西クシャトラパは、インドの西部、および中部を支配した王国である。サカ人はこの王国で、大きな役割を果たしたと言われている。インドは大陸北部を支配したクシャーナ朝や中央インドを支配したサータバーハナ朝と、同時代の王国であった。クシャトラパという単語は、サトラップと同じく古代ペルシア語フシャサパー版に、相当し、元来は、州の総督、または知事を意味した。 最初のクシャトラパは北西インドからマクラーまでを統治し、おそらくはクシャーナ朝の王に任じられた総督であった。クシャーナ朝がインドの支配のために特別の将軍を置いたことは五感書などに記録されている。彼らは次第に自律的傾向を強め、クシャーナ朝やサータバーハナ朝などの影響力を排除して独立勢力となったが、総督に由来するクシャトラパという名前、 称号はそのまま用いられた。クシャトラパ王朝は、ナハパーナが王位を継承するとともに極めて強力になった。ナハパーナは、サータバーハナ朝の西部、及び中央インドの広大な領域を占領したが、最後は125年に、サータバーハナ朝の強力な王、ガウタミイプトラシャータカルニによって破られた。しかしながら、ナハパーナは、西方に、 強力な拠点を構築し、彼の後継者はそこから利益を得ることができた。彼はまたクシャトラパの貨幣制度を確立した。クシャトラパ王朝は2世紀のルドラダーマン王や後のルドラセーナ2世の知性には非常に反映した。最後のクシャトラパ王はビスバセーナの兄弟である後継者バーラトラダマンであり、彼はルドラセーナ2世の息子であった。 新たな王家がルドラシム派の下で統治したが、結局グピタ朝のチャンドラグプタ2世によって征服された。クシャトラッパ王朝は一つの暦を確立した。この暦は、西暦78年に始まり、坂時代の始まりを明らかにする。また、この年は、今日のインド共和国で公式に使われる暦の一つ、坂歴の初年でもある。ギリシア文字で、プラークリット、 ロのクセ張りタースさのハパーナさを記す。大英博物館像クシャトラパには豊かで興味深いコインが存在する。クシャトラパのコインは、かつてのインドギリシア王たちのコインをベースにしており、表面にギリシア語の、または疑似的なギリシア語の名と王の上半身像が描かれている。裏面はオリジナルであり、一般にブラーフミー文字の国文の内側にラクライトヤが描かれており、 あとにはチャイティア、または三つの半円形の丘とかは、そして、三日月と太陽のシンボルが描かれる。これらのコインは、王の名前、及びその父、発行日が記録されているために、初期のインドの歴史を明らかにするにあたって、極めて有益な情報を与えてくれる。クシャトラパのコインはまた、非常に大きな影響を与え、サータバー花町やクプタ町のような周辺の国や、 広大の王朝によって模倣された。クシャハラーターサバードラームカス朝。ありがとうございます。